The wheel of fate is turning. Rebel One. Action. Go! 無駄な見える。ほら。見える。これなんです。どうした？姉さん。ほら、バッサ。こら。届かない。もっと上がりすぎる。カバレツブシ出してるとコパン勝ってるとやるからね魔法のコマンだよさあ啓平戦のカーフクローラーコパンからクローラーあのねヒヨコと読み合いしてねヒヨコに勝てると思わない方がいいよ本当にマジでさあ中段から裏に回ってさあ博士くんは最近の大会ではかなり活躍しているんで今回もなかなかいい仕事してるんじゃないでしょうか。さあ認識は届かないがちょっとバーストを切らせるグッソさあしかし捕まっているこれは警察もちろんミスらないフラッシュのカンターだパナックス確かにまあねあんまり意味ないっちゃ意味ない避けてもいいんじゃないかな別にどっちがいいか俺でも分かんないけどさあ体力いる博士くんあっと後ろから飛んできた音が聞こえづらいクローラーさあバックステからグッソからのチェックダイクさあ裏にあーグローラー下がってこい俺は逃げんぞとどっちあーっと裏に入って下段多分警察の彼らも相当なものですからねえ、そうだああ、ガンストうん、そうだねさあ、きついきついさあ、博士ダンギルですがグッサー吹っかけてああ、ジャイクテックさあ、ここがバースト切っていく後ろから飛んできてる気がするやっぱりしかしグローラークローラー吸っている素晴らしいクローラーしかし投げ勝ったな K さんあ蜂蜜機関のダメになってる吸ったらなんかあれらしいよ動作終了まで無敵らしいよ一応動作終了まで無敵すごい力ですでも戦闘はあそうなのえ他のビールは正直日本のビールだったらプレモロテイプスが一番高いぐらいあとはそのクラフトビールとかにならない限りねおいいんだよビールの話は霊的な話受けに行くこれもステージじゃないっすかさすがに分かりづらいけどしゃべりたいだけでしょそれなんでそういう聞き方するあーやだ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 本当にはいはい入りましたよありがとうございます立ち上がりこの組み合わせはえあーっとあっ何入って最悪ですまあでもねおっと投げてきましたよでもボランティアとか竜巻に出されても飛翔剣抜けせるからまああんまり困らない感じは、うん、しゃがみでいい雪風もあるし確かに雪風が強いで雪風が下手によくよく見てるはいはい下手に姉さんに当たると持続伸びちゃってああ隠る時があるみたいなねそう俺たちが原君にキレながらいや当たんねえから当たんねえからっつってレリウスの倍を吸らせて当たったって隠るわこれっつってあれがね、あの母さんとか姉さんにめちゃめちゃまあまあって当たってヒットストップがやたら長いんでハルくんがジャンプしてても引っかかっちゃうというそう下がりにまで落ちてくるまで持続が伸びちゃってそうそうそうさあ中段きついいやきつい母ちゃん助けてくんねえじゃんきついさあきつい次は雪風ここからあー潰れる勝利券なんで裏まで判定がなかったということでしょうあービフォーアフターいやーバースト使わずれないシャーミティはバックスで避けるそして最後アボランテ強い勝ったなケイさん短いと思う多分 G 昇竜はいや雪化ですやっぱあ、あここアンティハンドどっちが勝ちました The Wheel of Fate is turning.
さあということでモルさんチームが1位だけど、まあ、勝ちを譲ったと。さあ、ああ坂上君これが大将、あと 4B が裏落ち。さあこれはガーフルートっぽい。さあガーフっぽかったがちょっとミスる。あれ何が正解なんですかね。ジャニシー昇竜があれ多分下げれちゃうんじゃないですかね、わかんないけど。ゆっかぜとかいくれのやつだったらあのお姉さんかアカル君どっちかに当たるんでそこから演出に行けるんですけど、昇竜とかだと多分下げれちゃうのかな。さあライフワイズグリーン目に優しい。1本目取ったのはケヘさん。さあボランテ置いて、これ棒で消した方がいいんじゃない。あそうね、あうまい。これはダーツに取れたんですか。さあサカレル、さあボランテガードしてからカレルくのターン。あとこれでガード不能、棒もないしね。バックしてこすった方がいいのかな。あどうなるんですかね。えいやだってガードには補正があるから絶対にできるんじゃないかな。できるよね。うん、さあどうなんですかね。バックステコストがいいでも派生出せばいけるんじゃない。無敵でさあリュウインと当たるとかなり美味しいことになる今作。さあここから下段、いやービーバーチェ冷たいですな。あ冷たい尋常じゃない、まあ、処理機を我慢。今のは復帰しない方が遅らせる時は良かった。即復帰するとボランティアガードしちゃって。あなるほどなるほど。あー厳しい。ガーキャン入った方がいい。ガーキャン入った方がいい。ガーキャン。さあ僕の声援虚しく聞こえてないからね。さあ3盾勝ったマゲヘさん。だから監督俺なんだからな。ライチさん